ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、ダンゴムシのガチャガチャをバラバラにしてまた組み立てることがスムーズにできるでしょうかというのを検証した動画になります。ネットでですね、バラバラにしたはいいものの、また元に戻すときに一つ余るそうなんですよね。なので本当にそんなことが起きるのかどうか、マイク自身が実践してみました。さてどうなるのでしょうか。バラバラにしたらシャッフルしますね。まあ、一種のパズルみたいな遊びなんですけども、よく見るとですね、すべてのパーツ一個一個形状が違います。なんとね、適当に組み合わせたら多分良くないと思いますので、今回は、まあ、足はつけたままで甲羅だけをどうなるかということを検証しました。最初は楽勝だと思ってたんですけど、パーツが一部合わないところがありまして、後で気づいたんですけども、そのパーツがですね、 足の部分がですね、違うところに偶然刺さってついてしまっていたので、形状が違ったということですね。あまり雑に扱うとプラスチックの部分が割れてしまいますので、そうならないようにちょっと気を使いながら組み立てています。なんか噛み合わせが悪いですよね。どう見ても刺さるところがおかしいんですよね、形状が。でですね、こう一つ余ってしまいました。これではどうなってるかわからないので、もうお手上げですね。どういうことでしょうか。しょうがないので、もう一度バラして組み立てようと思っていたのですが、なんか合わせる場所が違うような感じで、
この辺りに来ると思うんですけども、形状が違って刺さらないんですよね。何かがおかしいんですよね。でも刺さらない形状ですよね。何かがおかしいんですけど、まだこの時点ではマイクは気づいていないんですよね。不思議すぎてちょっと頭が混乱してきました。なのでまあちょっとバカなことをやってみます。これでいいやって思ってしまいますよね。収まりが良すぎて、どういうことなのか。ある間違いにマイクはまだこの時点では全く気づいていないんですよね。お手上げなので、もう一回バラしてですね、本物をというかバラす前のものをですね、ちょっと参考にして、甲羅の形を参考にして順番をとにかく揃えようと思って、形状はよく似てるんですけども、実は少しだけ違ったりしますよね。位置はこれで合ってるんですよね。お、はまりました。よかったです。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。
て